なんかこっそり置いてある。ただいま。なんかこっそり置いてあるよ。ただいまです。ちょっとね、やっぱりバッファサイズが違った時は再起動かけないとダメっぽいんだよね。大丈夫だね、プツプツしないね。すごいバッファサイズ下げて録音してたから、それじゃダメだった配信が。結局これ録音しちゃった。覚えた。ち、あ、待って、ち、ちんみんになってる。ちんみん、ちんみんになってる。あ、お邪魔虫いらっしゃい。ちょっと枠で久々な気がする。来てくれてありがとう。全然もぐり、もぐり、もぐりんで聞くほどの枠でもないがちょっとあれだよ、補正とかするからうるさいよ。ガチャガチャしてるよ。いらっしゃい。そう、そうなの、そうなの。かっこいいよね。あ、これちなみに昨日の夜にザーッと録音して、まだピッチ補正完全ゼロです。かっこいいよね。さあ補正するか。いやもうね、あれなのよ、覚えれないの録音したら覚えるの私。いやいやいや、まだ全然これね、上が上がりきってないよ全然。なんかさ、ちんさんがさ、どっちが早く覚えるとか言ってたからさ、前回よっしゃ覚えるぞと思ってブツブツつぶやいてたんだけど、あ、覚えれない、これ撮った方が絶対覚えるわと思って録音しちゃった。もうね、全然だよ、全然全然補正したらひどいもんだよこれ。見たらわかる。ずっちーなずっちーな。しかもさ、ハモリがあった方がカラオケ枠をした時にうまく聞こえるっていうね、そういうメリットがあるんですよ。うまく聞こえるっていうか、ごまかせるっていうかね、そういうことなんですよ。私はそのためにね、補正をしてるんで。ちょっと待ってよ、これもうちょっと広げたい。よし、痛いことは嫌いですが、君の手の上がってない、上がってない、上がりきてない。下がりきってないので、揃えるだけでね、だいぶ違う。待って、これメトロノーム入ってない。もう今日はダラ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 補正するので、なんかさ、今日頭痛くない？気圧でさ、なんかさ頭痛くて、あんま歌う元気はないんだけど、なんか寝るのももったいなくて。
あ、ひさちゃんいらっしゃい。すや、なんかひさちゃんも頭痛いって言ってたよね。私も痛いんだよ。録音すると覚えるというのはミックス師さんが作業してて覚えた。あ、そう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 。これもね、一応まだ仮ミックスなんだけど、軽く。やっぱ痛いよね。めまいか、あ、でも私もめまいあった。なんかさ、チカチカしてた、ずっと。ずっとチカチカして、今日チカ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 しててさ。こうやってね、なんか一応ミックスってなんかこう音を整える作業は軽く入れてるんですよ。で、まあ、軽くっていうか、まあ、私の、まあ、何仕上げ方が分かんないんだけど、私なりにちょっとこうやって刺してて、聞こえやすくまとめてて、でまあハモリも入ってて、でずっと聞いてるとね、でなんかこう録音するのにさ、これここに原曲を入れてるんだけど、原曲を先に聞くのね、これで。でここまで聞いて、ここまで取るみたいな、もう単発だけ取っていくから、私の場合バーって取る人もいると思うんだけど、私の場合はもうワンコっていうか、ワンフレーズずつ取っていくことが多いから、覚えれないからね。ザーッと歌うと大体どっか間違うのよ。だからワンフレーズずつ取ってるから、その方法で覚えるっていう。気圧ね。いやもうほんと、しんどかった。だけど、早く寝るのも、なんかもったいないなーっていう夜です。よいしょ。そういえば今日、グルをあげたので、歌ってミックスしてみた第2弾。あ、骨髄とかにしなきゃだな、そういえば。骨髄とかにしてないな。忘れてた。まあでも今ツイートの一番上に上がってるからよかったら聞いてね。カラオケもあるからよかったら歌ってね。うんうん、耐久使って使って。刻んで覚える。いや、それが正しいのか分かんないんだけど、例えばさ、これもさ、多分違うんだよ。これこうやって撮ってるけど違うんだよ。なんかミックスしてる間に覚えるっていうのは、まあ、とりあえずこれ仮に撮ってるのね。嫌いじゃないとか、なんかちょっと曖昧じゃん、音程が。大丈夫これって、ここで聞くでしょ。嫌いじゃない、嫌い、なんか微妙だな。嫌いじゃないだね。嫌いじゃないが正解でしょ。私嫌いじゃないって歌ってんだよ、ここ。あ、合ってた。嫌いじゃない、合ってた。だからこれ多分聞きながら歌ってるから合ってんだけど、私の中の頭の中では嫌いじゃないって歌ってたんだけど、最初。これ多分、メイン聞いてから歌ってるから、ちゃんと歌えてるんだね。一個一個ちゃんと刻んで、本当は楽譜見て歌うのがさ、一番いいんだけど、こうか。しかもこれね、これピアノの鍵盤と同じなんだよね。ピアノと同じで、この白と黒が黒鍵白鍵みたいな感じだから、そこにはまってない音っていうのは曖昧に歌ってる証拠なんだよ、こういうの。曖昧なんだよ、この子たち。ちゃんとその発見のとこで歌わないとおかしくなる。モーメント。 いや、まだコンスタント出てないよ。まだ歌ってみた、ほら2曲しか作ってないけど。でも実はハモリのカラオケは
4曲出してる。あのアンズと神っぽいなとグルと怪物。あ、メグもいらっしゃい。また録音してしまったよ。最近録音が楽しくてさ。よいしょ。これだってるね、これだってる。嫌いじゃない、嫌いじゃない。お、にゃんこ、にゃんこありがとう。見てるぞ、見てるぞってきた。覚えてるぞってこと。こういうとことかさ、こういうのすごい適当に覚えちゃわない？私適当に覚えちゃったらさ、後で修正できないんだよ自分で。変に覚えたこと、歌最初にこうやってしっかり覚えた方がなんかちゃんと歌える。缶詰、あ、仕事、お疲れさん、ありがとう、その時に来てくれて。君の手のひらは嫌いじゃない、言葉は雨、生みたいに甘く広がじゃない、言葉は雨、生みたいに甘く広がって心、生みたいに甘く広がって心満たす。なんか違うじゃんここ。あ、ぜひぜひ使って。あ、カラオケ入ってないんだ、知らなかった。あの YouTube の私のチャンネルに飛んでもらったら、なんかさ、動画からチャンネルのトップに飛べるじゃん、各動画から。チャンネルのトップに飛んでもらったら再生リストってあるから、その再生リストに歌ってみただけのリストとカラオケのリストを今からどんどん入れていこうかなっていう感じ。今2曲と4曲入ってるから。課題がおらん、マジか。あ、例のやつ？あー大変だね。頑張って無理しないでね。あのメグもうちとうとうあれだよ、学年閉鎖だよ。明日が子供たち2人ともおうちですよ。うん、ウォッチ、 YouTube ウォッチ。あ、アンズね、ありがとう。感じか。そう、これめっちゃ忙しいね。ドレドドレミファソラ、もう1オクターブ、1オクターブついに来たよ。甘く広がってこ、甘くなんか多分 PCR 受けろとは来ないから、うちのクラスじゃないんだろうね。甘く広が、甘く広が、でも明日一日で終わってって感じ。どうだろうね。甘く広がって心満たす、なんか違う。心、心満たす。はいね、ここのワンフレーズだけでも私がどんだけずれて歌ってるかがよくわかりますね。ががよいしょ。今日とかも忙しくないけどやべえ人しか来ない。マジで？このご時世ノンマスクとかいるの？コロナは風邪みんね。あー、なるほどな。まあかかってね、大変な目に遭わないとわかんないんだろうね。あ、そういう人ほど軽症だったりするんだろうね。甘く広がって、甘く広が、いや、これ意外と難しい。そうだから、なんかブツブツ言ってたら全然覚えれなくて、あ、これ取った方が早いなみたいな。でこうやっていじってる間に覚えるんだよ私。あのこれが補正が終わる頃にはちゃんと覚えてる。心満たす、心満たす、甘く広が、多分合ってると思う、これで。心満たす、広がって心満たす、え、心、ここ、広がって心満たす、
こうか。こうか。ちょっともう一回。心満たす。甘く広がって心満たす。心って感じだったね。心満たす。こうか。甘く広がって心満たす。心満たす。むじゅ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 。甘く広がって心満たす。なんかちょっとケロったな。ケロったよ。ちょっとケロったよ。まあでもね、なんでもできるからいいよね、メロダイン。甘く広がって心満たす。こうだね。甘く広がって1個できた。よいしょ、ここをじゃあこれで聞いてみましょう。間違ったでしょう。全然わかってない、ここですね。全然わかってない、永遠に言う通り、完全にフェアじゃない、フェアじゃない、じゃね。下がりきってないですね。よいしょ。なんかね、みんなもこの自分の波形を見ると自分の歌い方の癖とかわかるかもしれない。ってことで、音源いつでも送ってきてくれていいよ。あー、全然わかってない、永遠に言う通り、永遠に言う、あー、全然わかってない、永遠に言う通り、完全にフェアじゃない、フェー、嫌だな。どうしようかな。あんまりぴったりにするとボカロっぽくなるんだよね。ちょっとしゃくったりもしとかないと人間っぽくなくなっちゃう。こんなもん。よいしょ。あー、全然わかってない、永遠に言う通り、完全にフェアじゃない、あー、全然わかってない、永遠に言う通り、完全にフェアじゃない、あ、フェアじゃない。よいしょ、あれ、ちょっと待って、なな、下がんない、うん、あれ、矢印が出てこん、うん、行こうか。よいしょ。完全にフェアじゃない、あー、全然わかってない、永遠に言う通り、完全にフェアじゃない、あー、全然わかっ、待って、9人もいてくれてる、え、9人もいてくれてるのに、こんなブツブツブツクサ配信でいいんでしょうか。あー、ひさちゃん声ありがとうって思うんだよね。ミックスしてる、ミックスとか補正してると、いつもなんか 2,3 人だったら甘えてさ、ごめんね、こんな配信でって感じで
若干無言気味でやってるんだけど、なんか9人もいてくれてると悪いな。なんか違うことしようか。悪いな。すいません。こんな見てたら楽しい？楽しいかな。私は人のこういうの見て育ったんですけど、 こういうのを見てずっとミックスしたの枠、回ってたんですけど、ちょっとかなりさ、マニアックな、ね、ひさちゃんも。ひさちゃんもマニアックだね。声！じゃあめっちゃ喋んなきゃじゃん。声！マジか！まあでもね、おじゃま虫もね、みんなに元気をくれる声だからね。マニアック言われる。マニアックじゃね？だいぶ。みんな声ありがとう。ことちゃんもありがとう。一緒に覚える気で聞いてます。そうか。じゃあちょっともうちょっと、ね、しっかり流さないと。ちょっと待って、ここが次、次。どうなんだろう。私はこうやって細切れの方が覚えるんだよね。本当は楽譜があったら一番覚えるんだけど。あー、ブータンもいらっしゃい、こい、いらっしゃい、だから、コインありがとう、わー、ありがとう、コインバッグありがとう、待って、めっちゃいっぱい。ありがとう。15枚もある。めっちゃ頑張れる。明日もなー、もうちょっと子供ほったらかして自由時間とかにして、お母さんはここにこもろうかしら。一日付き合ってらんないよ。コインナイス、ありがとう。1時間半コース、マジ？ ご存知の通り、私の、ミックスの集中力はだいたい1時間です。なんなら、もう1枠でいいかなって感じです。ご存知の通り。その後、何しようかね。カラオケ。あ、なんでわき？もう、あーが違うじゃん。なんでは聞いてない、もともとあの子みたいに可愛くならなくちゃ。はい、上がりきってないですね。全然上がりきってないですね。みたいに可愛くならなくちゃ。ここだね。引く。なんでは聞いてない、もとキーってやっていいんかな。キーってやりすぎだよね。なんでは聞いてない、もともとあの子みたいに可愛くならなくちゃ。これタイミングも合ってないな。みたいに。あの子みたいに可愛くならなくちゃ。ちょっと早いね。なんでは聞いてない、もともとあの子みたいに可愛くならなくちゃ。なんでは聞いてない、もともとあの子みたいに可愛あの子くこみたい。どうしようかな。ちょっとだけこのぐらい。なんでは聞いてない、もともとあの子聞いててでないおっもともと。なんでは聞いてない、もともとあの子みたいに可愛くならなくちゃ。いくならなくちゃ。よいしょ。ひどい。 ひどいよ。全然上がってないよ。どうしようかね、ここ。どうしてくれましょうかね。ひどいよ。
こだね。ショーは染めに、ショコは羽目に、もう大大大愛情は染めに、初行は羽目、愛情は愛情は染めに、初行は羽目に、染めに愛情は染めに、初行は羽目に、みんなこういうの見てるとさ、私でも歌えそうって思わない？私でも補正したら歌見た出せそうって思わない？マジで待って、どこにありがとうマジでモーメントってさ、作るのすごいめんどくさくない？モーメントなんかパソコンでしかできないじゃん。だからさ、あ、ほんとだ、成果物わあわあ、あ、全部入れてくれてる。ハゲシリーズまで入れてくれてる。わあありがとう。待って、ハゲ4種類まで、すごい。でもさ、パソコンじゃないとできないでしょ？それがめんどくさいんだよ。そう、なんかさ、スマホでできればいいんだけどさ。あ、カノレターも入ってる、墨も入ってる。そうか、確かに成果こんだけあるわ。なんかさ、こう、いろいろやってるから、そうだよね。でもこのこれで全部だよね。すごい、ありがとうこれさ、うわ、最初から聞いたらこのミックスのひどさがこれハゲ聞いたらひでえもんだよ、きっと。ひでえもんさ。っていうかね、ハゲとハゲカと知るハゲプレと、この3つはこのメロダインがない時代だったので、ボーカルの補正がゼロです。タイミングもピッチも。だからトビーのハゲとムツさんのハモリが入ってて、これ全部そのまんま使ってるから、もう申し訳ない限りだね。でレミンのハゲかも一発撮りだし、ハゲプレも一発撮りで、このハゲゲからだけ補正してんだよね。トミーも補正してるし、私のハモリが入ってる。で、まあね、あれだよね、合唱はここで、ここの私の録画にいっぱいあるけど、ひたすら補正かけてるから。で、まあデリヘルもそうだね、ボーカル補正は入れてるけど、でもみんなすごい補正しやすかった。トミーのハゲも早悪くいいじゃん、ハゲてない人に言うのはね。なんかもうね、懐かしいよね。トミーもさ、もう本当の初期で歌ってるからさ、歌い手成り立ての時にさ、ハゲてませんでした証言。あ、そっか、ライブにね行ったもんね、カレンちゃんね。証言者がいた、よかったね、トミーいないけど言っとこう不毛者注意。それ何、ひさちゃん作ったの？もともとあんの、そんなの？すごいね。なんかハゲネタのそういうアスキーアートってめっちゃありそうだねすごいなちょっと待って愛情は染めに、初行は羽目に、もう大大大のだってわかんなくなる。いや、マジ成長。
間違えた、なんか分かんなくなった、って分かんなくなる、え、なんか変じゃない、トミーの髪チェックするだね、って分かんなくなる、え、カレンちゃん2月はこっち来るの、愛情はそこ、ここちょっと微妙に違うんだけど、もういじらないどこ、なんか変、いじったらおかしくなる、愛情は染めに初行は羽目にもう大大大のだって分かんなくなる、これでいいや、愛情は染めに初行は羽目にも、そうか、4月か、そうだね、2月そっちでもライブは確かあったもんね、愛情は染めに初行は羽目にもう大大大のだって分かんなく、だってここちょっと早いかな、もう大大大のだって分かんなく、だってだあるからね、忙しいね、忙しいっていうかちょっとコロナも怖いっちゃ怖いよね、これもひどいな、この歌さ、なんかこうすごい上がり下がりするから、こうなんだろう、息の強さとかもだいぶ変わっちゃうから、なんかね、自分が補正してて思うのが、やっぱ均一に歌ってないと補正がすごいしづらいの、こうボフっていう音が入ったりもするし、音量が大きすぎるのをどう小さくするかとかさ、 なんかなるべく均一に歌うことに重きを置いて、ピッチがすげえメルリスにあの顔で空手、え、そうなの、空手、え、すご、知らなかった、すごいね、努力家だよね、トミーってね、すごい思う、そう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 、このなんだろう、大きさ、なんかそれはミックスする側の立場なんだけどね、ミックスする側がすごいやりづらいの、大きい強いで歌ってると、でやっぱり上手な人っていうのはそのマイクの位置とか息の強さとかちゃんとね均一なんだよね、なんかさレミンとかめっちゃ補正しやすくて、もう30分でワンコとか終わってさ、私のあの録音にヴァンパイアの補正してる録画があるんだけど、配信録画にレミンの超早かった、終わるの、私なんかこうやっていちいち全部いじんないといけないから時間かかるんだけど、エグザイルにいそう、確かにしっかり顔見たことないけどイメージそんな感じ、上がりすぎてる、自分ができるかと言われると難しい、あー確かにそうだね、カラオケでも言われたりするよね、いやでもちょっと難しいのが、じゃあ安定して歌えるとファンがつくかっていうとそうでもないんだよね、なんていうの、カラオケの点数がいい人イコール上手いけど、じゃあその上手い人が歌手になるかっていうとそうでもないじゃん、なんかさすごい癖があった方がついたりもするし、
でも癖強すぎるとやっぱり敬遠されたりもするし、なんか売れるってすごいこうなんか紙一重っていうか、なんか運だとかその人の努力だとかいろんなことが重なってなるんだろうなって思う。ここか。ここな気がする。ん？違う。この子どうしよう。ケロるよね、そんなにあげたらケロるよね。ピッチ補正ってね、すごい 3音とか3音4音ずらしちゃうとケロっちゃうんですよ。なのでね、やりすぎるとダメなんですよ。ここダメだな。はい、ケロりました。かなこれで。どうしよう、違った歌い方。いいようにいい、この辺どうしようかな。あ、これでいいか。できた、できた。もうちょっとでワンコです。Okay.
少しラジオを入れたんだよね。どうしようかな。さあ、コートシープ、コートシープ、発音合ってんのかな？発音。できた。
か？皆さん覚えましたか？これあれだな。キャットラビング歌詞。歌詞で出して、この歌詞を、よいしょ。ここに、待って、ピッと貼っとくと、これ見えるのかな、皆さんに見えるんだろうか。よいしょ。これ以上大きくなんないんだよね。大きくなるっけ。ズーム、ズーム、こうか。よいしょ。ライブ配信がこっちにいる。よいしょよいしょ。もうちょっとなんかないの？もうちょっとあれ？もうちょっと短いやつないの？よいしょ。これをズームしとこう。よいしょ。よし。ハモリ咲きしようかな。心満たす、ああ全然わかってない、永遠に言う通り完全にフェアじゃない、心満たす、ああ全然わかってない、永遠に言う通り完全にフェアじゃない、心満たす、ああ全然わかってない、永遠に言う通り完全にフェア、全然わかってない、永遠にわかってない、永遠に言う通り完全にフェアじゃない、心満たす、ああ全然わかってない、永遠に言う通り完全にフェアじゃない、心、あ今ここで録音する人ってひさちゃんが録音できるぐらいか。このさ、またこのね、この曲もすごいことにハモリだけっていうのを公式が出してくれてんの。全然わかってない、永遠に言う通り完全にフェアじゃない、ミクちゃんが歌ってんの、それ真似したらいいだけ。全然わかってない、永遠に言う通り完全にフェアじゃない、公式のインスト撮るとなかなか面白いことが、いいこうやってね、ハモリとか用意してくれてるから。全然わかってない、永遠に言う通り完全に言う通り完全にフェアじゃない、全然わかってない、永遠に言う通り完全にフェアじゃない、全然わかってない、永遠に言う通り完全にフェアじゃない、全然わかってない、永遠に言う通り完全にフェアじゃない、完全にフェアじゃない、全然わかってない、永遠に言う通り完全にフェアじゃない、全然まだわかってない、永遠に言う通り完全、新しい曲を撮っているよ、完全にフェアじゃない。
出てないな、この子。ない。全然わかってない。永遠に言う通り、完全にフェアじゃない。全然わかってない。永遠に言う通り、完全にフェアじゃない。全然。全然わかってない。永遠に言う通り、完全にフェアじゃない。私この間カナデッチの歌をどっかで聞いた。ナナしてない？ポケからはっと思って、歌じゃないな、歌だったかな、朗読歌なんかしてなかった。全然わかってない、永遠に言う通り、完全にフェアじゃない。全然わかってない、永遠に言う通り、完全にフェアじゃない。よし、完全にフェアじゃない。あ、なんでは聞いてない。もともとあの子みたいに可愛くならなくちゃ。愛情は染めにしょこ、愛情は染めにしょこ、わはめにもう大大大。あ、なんでは聞いてない。もともとあの子みたいに可愛くならなくちゃ。愛情は染めに、あ、なんでは聞いてない。もともとあの子みたいに可愛くならなくちゃ。愛情は染めに、さっきみたいなのこれ自動補正したらえらいことになるな。自動補正ってなんか本当に微妙にしかピッチ狂ってない人しか使わない気がする。あなんでは聞いてない。あなんでは聞いてない。もともとあの子聞いてない。では聞いてない。もともとあの子みたい、あの子みたいにならなくくわ。あなんでは聞いてない。もともとあの子みたいに可愛くならなくちゃ。行くならなくちゃ、くーくーでなくちゃ、いいかな。なんでは聞いてない。もともとあの子みたいに可愛くならない。ママは雨、ママみたいに甘く広がって心満たす。あ全然わかってない。永遠に言う通り、完全にフェアじゃない。あなんでは聞いてない。もともとあの子みたいに可愛い。
がする。覚えたかも。多分大丈夫。なんか前半が難しかったな。前半のなんかリズム。痛いことは嫌いですが、君の手のひらは嫌いじゃない。言葉は飴、生みたいに甘く広がって心満たす。ああ全然わかってない。永遠に言う通り、完全にフェアじゃない。ああなんでは聞いてない。もともとあの子みたいに可愛くない。覚えた。ちょっと待って。スタートで。ちょっとやってみようかな。歌で、ニコ動キャプチャーで。こういうのを裏でやっとけっていう話なんだけど、すいません。よいしょ。ちょっと、復習してみよう。なんかダメですね。違うな。歌えるかな。設定してからやれってね。何するか決めずに枠をするからいけないんだよね。よし。まあ、1時間で今日の集中力は終わりということで、ちょっと待ってね。キーが、ちょっと待って。元気だよね。プラス2です。ああ、はい、復習します。
よ。あなたもご機嫌、もしかして今日は優しく撫でてくれるのかな。君のそれが耐えられるの、生涯で私だけなんだよね。あからさまに体まさに、もう夢って離れられないよね。そうだよね、感情は徐々に、舞台は少々に、もらいもさのように転がせばいい。感激すのにも楽しのぐのだ、もう感動って叱られるだけだし、今日だってちゃんとお膝でおとなしくやって、お好きなように完全と達して。覚えた。待って、全然なんかエコーが入んなくない。これボフボフつけてちゃダメなのかな。あつけてちゃダメだった。覚えたぞ。待って、ぐるぐると、よいしょ、別のウィンドウに移動、よし。あ、だめ、それ以上入れたろダメ。私全然今なんか自分の耳に返ってこなかったんだけど、ダメですか、これ以上入れたら。覚えた。ダメですか。ちょっとね、ミックスしてる画面と歌ってる時の画面がね、配置が全然違ってさ、よいしょ、ちょっと待って、これはでも覚えたな。みんな覚えた。これあれなんだってね、 TikTok で流行ってみんな今歌ってるんだってね。なんか出たの自体は去年の夏とか秋手前ぐらいの曲。パチパチより先に、あ、本当だ。あ、でもペロペロパチパチだもんね、いつもね。あ、ごめん、みんなありがとう、パチパチ。ちょっと復習しました。なんかさ、基本はさ、なんか古き良き名曲が私も好きなんだけどさ、なんか最近の曲ってこう楽しい、覚えるの。よし、じゃあこれで、これももう少ししたらハモ入りのオケができるから、ハモ入りオケが全部で 1,2,3,5 曲になる。やった。ハモ入ってるとね、ごまかせるからね。ちょっと久しぶりにアンズとか歌おうか、ハモ入りだから。ちょっと時間が経つと歌えるのか怪しいんだけどね。あ、待って、アクセスできませんって言われた。なんで、ちょっと待ってよ。アンズ出たってツイート、ツイートいるいる。待って、アンズ出たっていうかね、アンズはずっと出してたの、限定公開で。でカラオケで歌ってたんだけど、あ、そういえば、まあ、公開にしてもいいかと思って昨日公開にしただけの話なんだよね。で歌みたは出してないからこれメイン真面目に歌ってないんだよ。メインを真面目に撮ってないから、ハモしか撮ってないから、ハモ出しましたってツイートいる怪物もそうなんだけどね、いるかしら。これはちなみにアンズの花はマイナス4ですね。皆さん参考にしてください。ちょっと待って、これ全然スタジオモードでちょっとやった方がいいか。もういい、ちょっとみんなの前でいじらせて。これ多分ずれてるよね。そうだよね、そうですよね、だと思いました。たらいいんだ。違う。歌見たな。こういう歌はさ、バレるんよ、下手くそが。神っぽいなとかさ、グルとかさ、わちゃわちゃしてるからなんとなくこう、あ、ガチ頑張ってんなーって終わるじゃん。こういうね、シンプルな曲はバレるんですよ。
でリスト作ってます。ハモで、あ、歌う感じ。でもブータンとキー違うよね。よし、久しぶりに歌おう。ムーとか言われるとさ、待って、何優先したらいい私。いやでもさ、レミンのヴァンパイアとレミンの完成させたいんだよ、まずね。で、なんかワンコで終わってる曲がいっぱいあんの。実は夜な夜なとかも撮ってんの。夜な夜なと弱音吐きとがワンコで終わってて、でもそれは全部カラオケ用かなっていう感じなんだけど。歌見たか、歌見たな。別にツイートしなくてもいいもんね。YouTube にさ、バンバン上げてってさ、あ、なんかいっぱい上げてましたみたいな。ダメ？歌おう。歌おう。待って、これいきなり入れてたよね。ちょっと待って、ね。いきなり入れないんですよ。歌見たとして。かかれないね。待って、エコー入れてない。枯れない花の焦ない愛を胸に閉じ込めたくて、触れる悲しみの雨、悪いのは誰、綴る思い感情がわからないんだね。かじかむ肌はぬくもり求めて赤くなる。寂しい感情がわからないんだね。ぶつけた肌は優しさ求めて青くなる。好きだけれど仕方ないよ。その言葉の裏にあるもの、あなたのため私傷ついて、汚れるのが怖いのよ。枯れない花の焦ない愛を胸に閉じ込めたくて、触れる悲しみの雨、でも本当は臆病なんだね。飲み込む言葉伝えることが虚しくて、私も本当は意気地ないんだね。別れは対岸、しぶきは壁に帰るだろう。泣かれたけど仕方ないよ。その言葉の裏にあるもの、今は誰も信じない小さな嘘ついて。春の部屋に裸足の服、あ、今思い出した、これコンプ入ってないんだ。まだ夢の中覚めないでやだ、少しそばにあなたの、だからだ。どれくらい悲しませんどれくらい傷つけて、どれくらい悲しませ、どれくらい愛されて。いや、自分にね、自分の声が返ってこないから歌いづらいなと思ってた。人にたどる恋に落ちる、今も震えるほどに、ああもう逃げないで、もう泣かないで、開く窓に割れない花瓶を、咲いた花の焦らない愛を指に閉じ込めたくて、触れる過去にさよなら、またね会えたら
笑うアンズの花へ。そういうことだ。わあ、ブータンいっぱいありがとう。とても良い子守歌。つやたちゃんね、頭痛いって言ってたからね、お大事にだよ。いやこれさ、これさ、あ、ちょ待って、ここにね、ここに4曲並んでるのでね、ちょっと歌おうかなと。ありがとうハモ入りオケ確認復習。グル、これ元気って書いてないな。元気って書いておかない。グルも復習しよう。これね、私トミーに教えてもらったんだよ。トミーがなんかミックス練習に使ってくださいって素音源くれて、でそれでいじってる間に覚えて、めっちゃいい曲やんってなって自分でも撮ったから、やっぱりねミックスすると覚えるんだよね。これも歌える気しなかったけど、やっぱ歌ってたら覚えたもんね。ただこれは絶対噛む。生で全部歌う人すごいよね、こういうのをね。こういうのはやっぱミックスが楽しいな。あ、待って、パチパチを見流してくれたので、ブータンマンマパチパチありがとう。カレンちゃんパチパチありがとう。シャちゃんなんか可愛いな、いろんな人がいるな。パチパチありがとう、眠いのに寝てね。あー、じゃあマムシパチパチありがとう。みんなのパチパチがいろいろで可愛いな。おとちゃんもパチパチありがとう。ね、いい曲だよね。いい曲多いからさ、どんどん覚えたいけどね。時間に限界があるね。よし、これもちょっと復習します。よし。からしたエナジー限界です。背中をでなんなんだやからインサンなメロディー浮かんだね、願ったね、平気そうなふりしてよう耐えたね。お初にお目にかかります。さあ皆どもよ傾聴さ。我々は腐ってますますます、軸がぶれてます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 、不安に白めってます、カツカツ手が崩れてます。ゆりかごから墓場、その先はパントリー、果てはそうあれ、そして行き着く先がメランコリー、もう祈ってられない、ガンダラ。おおえおおえおえおえおおえおおえお、ほら旗立てろ、あーサルになってズブになってゆく、まとも分けばしてキモいことしようぜ、理屈もまっさらになってくるになってゆく、お前もバカされたんじゃねえですか、どうよせほう。しまいましたねってなわけで、右手にご覧いただけます、あれがこの世界の真相、妄想さ、ガラスか目響くかね、かじかんで拝む手から落とすかね、うん、油断すんな気をつけろ、行く先は地獄だ。我々は怒ってます、ますますに毒されてます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 、悪因が陰謀ってます、バチバチに騙されてます。跳ねのけた旗から迫るアドバンサリー、果ては手取り上げく押し付け底抜け、暴挙民そりゃねえわ、降参だガンダラ。ここお休みにした。仏の綱して下水ムーブしてんぜ、こじつけが角になって神になってゆく、自分だけ正しいってずらしてんじゃねえぞ、どう猿になって粒になって
ゆく雑魚いものとしたキモく生きてこうぜ。一連卓上を描いてくるになってゆく、バカしバカされてりゃ上等ってもよせほ。あーワンダラネンバンディー、あーワンダラネンバンディー、あーワンダラネンバンディー、地獄のよしみだかった組んでいこうぜ。おほう、やっぱり覚えるね、ミックスすると。あら、ラグい。でも今日さ、ずっとキャスラグくない？なんか流しとこう。あ、おしゅしだよが来ている。おしゅしだよ、ありがとう。ひさちゃん、拍手、大大拍手喝采、ありがとう。ブタンくんかくんか、ポムポムだ。ポムポムありがとう。かわいい。ホトちゃん、パチパチかけありがとう。いや、マジこの歌かっこいいよね。なんか、出てすぐとか全然気づいてなくて、やっぱ歌い手さんが歌い出して、だからこれ1ヶ月ぐらい、もっとか。2ヶ月ぐらい前の歌なんだよね、多分ね。後で気づくんだよね、みんなの歌見た聞いて。私も最近全然時間がないから、夜は自爆するか寝るかで、昼間とかさ、夕飯時とかこう歌ってる人、歌い手さんのところにポロッとなんか短時間行って、歌ちょろっと今こんな歌流行ってんだみたいな感じで聞いてって感じでしかキャスをやってない、見てないからさ、全然こう長くついてる時間がなくて。でもそれで、あ、この曲っていうのが今のキャットラビングだったりブルだったり。モエタンさん、いらっしゃいませ、こんばんは。初めての方かな、お馬さんかな、それは。かわいい、いらっしゃいませ。すごい適当に歌ってました。この枠で終わりかな。初めてのお馬さんです、いらっしゃいませ。お馬さんというとね、私たちは結構身近な馬、あの動物なんです。私たちって言ったらあれだけど、あの推しさんのね、旦那さんがお馬さんがモチーフなんでね。神っぽいなも言っとくか。あ、怪物な、怪物と、あの歌い手ではないので、このカラオケ枠です。あの機材でカラオケ枠してます。自分でハモリ作ってカラオケ枠してます。その辺のバンドマンですごい、なんかさ、すごい人が来てくれるよね、いつも。なんかすごい人が来てくれるんですよ、うち。なぜか皆さん立ち寄ってくださって、なんかいろんなお話をしてくださる。怪物中行く？怪物中な。それこそこれもさ、歌えないからハモリを取ったってやつだもんね。これさ、私マイナス2で取ればよかったとすごく後悔してる。マイナス1は厳しい。すごいね、バンドマンかっこいいね。やばい、バンドマンの方に怪物なんて、私の怪物なんて聞かせるもんじゃね。最後まで痛かったけど無理。おやすみ、かわいいなそれ。いつもありがとね、本当お大事にね。明日は良くなってますように。なんかね、眠れるように頭痛薬とか飲んで、暖かくして、温かいもん飲んで寝てね。おやすみ。夜なので怪物でもいいんじゃないですか。意味深。怪物めっちゃ好き。怪物っていうか、このも、なんだっけ、このアニメがすごい好き。おやすみ。ビースターズか、行っちゃいますか。あの私がハモリを取ってる曲っていうのは、リアルタイムで全部が歌えないからハモリでごまかしてるっていう曲なので、ご了承ください。これ
もいきなり始まるやつだよね。あーからね、ちょっと待って、ちょっと待って、素晴らしき世界に今日も乾杯。バッチに飛び交う笑い声も見て見ぬふりしてるだけの作りもさ、気が触れそうだ。クラクラするほどのいい匂いがツンと刺した鼻の奥、目を覚ます本能のまま、今日は誰の番だ。この世界で何ができるのか、僕には何ができるのか。ただその真っ黒な目から涙こぼれ落ちないように、願う未来に何度でもずっと食らいつく。この間違いだらけの世界の中、君には笑ってほしいから、もう誰も傷つけない、強く強くなりたいんだよ、僕が僕でいられるように。ダメだ、息が全然続かない。素晴らしき世界は今日も安泰。街に渦巻く悪い話も知らない、知らないふりして目をそらした。正気の沙汰じゃないな、真面目に着飾った帽子、鳴らす足音が弾む。行き先は消えない、消えない、味が染みついている裏側の世界。正しく生きること、誰も悲しませずに生きること、はみ出さずまっすぐに生きること、それが間違わないで生きること、ありのまま生きることが正義か、だましだまし生きるのは正義か。僕のあるべき姿とはなんだ、本当の僕は何者なんだ、教えてくれよ、教えてくれよ。今日も答えのない世界の中で、ああ願ってるんだよ、不器用だけれど、いつまでも君とただ笑っていたいから、ああ跳ねる心臓が体揺らし叫ぶんだよ、今こそ動き出せ。ああ弱い自分を何度でもずっと食らい尽くす、この間違いだらけの世界の中、君には笑ってほしいから、もう誰も泣かないよ、強く強くなりたいんだよ、僕が僕でいられるように。ただ君を守る、そのために走る走る走るんだよ、僕の中の僕を超える。いやーすいません、ブレスが持たなかった。よいしょ、これもう流しとこう。あー、ブータンいっぱいありがとう。あ、花火いっぱい、いやありがとうね。クラッカーとお寿司だよ、お寿司だよ、うん、お寿司だよは無理クラッカーもありがとう。ブータンペロペロパチパチありがとう。コトちゃんもパチパチ、怪物中、怪物中いいよね、ありがとう。あ、カレンちゃんもパチパチありがとう。いやー、もう一個キー下げりゃよかったカレンちゃんカレンちゃんこれね、私確立してないんだよ、お寿司だよ、お寿司だよ確立してないんですよ、私のお寿司だよは。確立してない、もうどうしたらいいのこれ。お寿司だ、お寿司だよ、うん、違う、わかんない、わかんないよ、ちょっとレミン読んで、レミン本当に。あ、これで終わりだな、この枠で。
何を仕上げようかな全部中途半端やりたいことが多すぎて、ペロペロ、感染力の強いペロペロだ。まあちょっと子供の学年閉鎖が早く終わることを祈って、それ次第かな、今週は私の体力がどこまで残るかはそれ次第かなと思います。まあ空き時間にまたミックスするので、あのねあの曲はちょっとラジオボイスが初挑戦、ちゃんとしたラジオボイスが初挑戦。なんかね、一曲一個なんか新しいことが挑戦できたらいいなって、それとともにあの基礎の音量調整の能力が上がってくればいいなって感じです。音量、音圧、音質、あのイコライザーとコンプレッサーがね、その辺頑張ります。よかったらじゃあグルも聞いてね。よいし、ラジオボイスね、ちょっと使うんだよね。あのちょうど無料で配ってたやつの、あのディストーション入れて、でもあれもね、もうちょっと強くした方がいいのかなとか、まだまだ試行錯誤中ですが、あ、コインがまだ残ってるので、ちょっと早めに終わろうかなと思います。消費しちゃうとあれなので。では、お積みをいただけたらありがたいです。よいしょ。そうね、カラオケもまあツイートしとこうかな。カラオケあるから歌ってね。あ、そっか、カレンちゃんがモーメント作ってくれたんなら、あ、違うか。あれは曲の方か。それもツイートさせてもらおうかな。あ、海鮮丼ありがとう。いらっしゃいませ。こんばんは。そしておつみ、おつみありがとう。今日は何したっけ？今日、ま、全部いつでも録画残してるんで、もしよかったらそのグルをね、聞いてもらえたら嬉しいです。あ、めぐももありがとう。うたん、おつみ、おやすいみ。めぐももおつみ。ではでは、これで終わりたいと思います。あ、ことちゃんも今日楽しかった、ありがとう。うん、また来てね。あ、今日録画も大した録画、今日、うん、大したことなかった。よく考えたら、あのツイート見てください、よかったらではでは、カレンちゃんもおつみ、おやすみ、ありがとう。では終わります。皆さんおやすみ、バイバイ。ごめん、大したことなかったバイバイ。